今の、緊急非常事態がまた発表されるとなれば、企業の倒産件数が増える。同時に企業のいわゆる開店休業の数も増える。その結果、多くの難民が経済難民が発生する。おそらく4000万から5000万人が路頭に迷う。この路頭に迷う人たちをベーシックインカムがカバーできるのはまだ先の話。ここ1年、2021年、この1年間は難民が電車に飛び込む、ビルから飛び降りる、海に飛び込む、川へ飛び込む、あまりの苦しみから逃れるために死を選ぶ、死を選ぶ。まあおそらく今死にたいという苦しんでる人たちは1000万から2000万の国民はそうなってるだろう。左内輪で毎晩酒を飲み女をはべらし、酒池肉林の生活をしている国会議員、都会議員、県会議員、区会議員、市会議員、町会議員、村会議員、そして安定した給料、ボーナスをまでもらう役人は分からないだろう、そういう苦しみが。民間の国民はどれだけ苦しんでいるかということ。国がカバーできるのはもうごく一部です。だから我々この国民総会は去年1年間、家賃の特性で、学費の 特性で、もちろん住宅ローンの特性で、2年間は棚上げ、モラトリアムすべきであると。そして国民がちょっとでも余裕を持って、よし、立ち上がって戦うぞと、働くぞと、いうものをまず作ることが大事であると。そんな GoTo トラブル、トラベルとか、GoTo イートとかの問題じゃない。旅行したい人たちは余裕のある人です。一日おにぎりと水いっぱいで何とかやりくりしている人たちに旅行する気持ちなんか身にもありませんよ。外食する気持ちも身にもありません。みんな閉じこもって、なんとかおにぎり一つで生き延びようと、その限界を達して、財布の中に残った最後の千円札で、おにぎり家族4人分を買って、それを食べ終わったと、そしてみんな一家心中に入る。最後のおにぎりをみんなで食べて一家心中する人がおる中で、二階一原とか、安倍とか、麻生とか、菅は一体何を考えてるか。そういうものすごい、主客転倒した、この矛盾を誰も訴えないじゃないか。そこで私は政府に頼っておったんではこれは解決できないぞと。だからこれらをきちっと分かって解決できる正しい正義感のある、また国民全体にそういう配慮ができる人物を政治に代わる国家長老会議、
本当にもう酸いも甘いも全て経験し、それをかみしめて、今何をすべきかという正義感に基づいて、また逆者を排除する逆者救済の精神に基づき、政治に何らかの方策を担当するための知恵者、これを100人委員会を作り、国家長老会議をその上に据えたい。それを提言する常に、菅内閣に、緊急にやりたい。今、そのメンバーを私は集めております。そういうことで、1月中に何人かのメンバーによって、まず第1回の提言書を出したいと。まあ、それと別に、こういう何千万人という自殺をしたい人たちがもう発生してるわけですから、生活保護も申請できずに、そして給料ももらえずに、一銭の収入もない状態で、蓄えも食い果たした、使い果たした。いよいよ、生きるためにもう手段はない。駆け込み寺もないから。と言って死んでいかれる。尊い命を救う方法として、全国の神社8万8千の神社に呼びかけると同時に、十数万の寺院、お寺、いわゆる宮司さん、何万人の宮司さん、この宮司さんたちがどれだけの彼らを面倒見る能力があるかどうかは、これはわからないけれど、みんなやっぱり正月も多くの人が最後の神頼みで新年の参拝に行った人もたくさんおられるでしょう。しかしこれはもう新年とかじゃなく、365日、すべての神社は国民の駆け込み神社として、駆け込む神さんとして、解放していただきたい。今の神社本庁の田中恒興は、こりこらく、しりしおくだけでやってます。この、イカサマ宮司、イカサマ神社本庁では、その指導はできないでしょう。一日も早く神社本庁の新たな指導体制を組み、全国8万8000の神社に、経済難民対策として、神社に来てくれと、そこで炊き出しをして、食いつないでくださいと、そういう神社を開放したらどうか。同時に、10万以上あるお寺、坊主、クソ坊主、キャバクラ行って遊んでる時代じゃないと、クソ坊主よ。祇園で酒飲んでる時じゃないと、京都のクソ坊主。宗教家として貢献するのはこの時だ。夜遊び、酒をやめて、酒女を諦めて、坊主は。そのための坊主じゃないのか。金儲けするための坊主ではないはずだ。だから坊主の諸君も気を引き締めて、自分たちのお寺に今まで稼ぎまくった金を炊き出しに使いなさい。炊き出しに。
山口組でも5代目の時に神戸大震災の時に炊き出しやっとったわけ。お寺の坊主が祇園で遊ぶや銀座のクラブへ通い詰める。池口恵観のように来る信者を全部強姦してしまうという不良坊主。まあこんなものは逆者を救済しようという気持ちは身にもないだろう。高野山の大アジャリとは言ってるけれど、私は坊主は頭を丸めて夜遊びせずに遊ばずにこの経済難民のためにお寺を駆け込み寺だ、本当の駆け込み寺、お寺行けばなんとかなる。これは西洋ではそういう人たちはみんな行き倒れに近い人たちはどこへ行くんかと、教会へ行きます、教会へ。まだ日本の坊主よりマシだ、クリスチャンの方が。教会行けば一食一飯、どうぞこれを食べてくださいと、温かいスープですよと、コーンスープだと、ハムソーセージを出して一時のしのぎの何を提供するんですよ、場を。そういうことを日本のお寺はやらんじゃないか。金さえ取ればええっちゅうもんじゃないんだよ、お賽銭箱置いて。今まで稼いだこのお布施やそういうお金を今国民が一番政治金権腐敗政治のもとでどんどこに叩き落とされている、この人たちを救済するのは駆け込み寺、仏教によるお寺です。それをお釈迦様も願っているはず。今まで お釈迦様の教えで成り立っていたものだけど、お釈迦様が金権腐敗して堕落したこの坊主を許してくれるのか、許すはずがないでしょう。そのためには善を施さなきゃいけない。今その善とは困っている難民を、経済難民を救うことです。駆け込み寺としての役割を果たすお寺はいわゆる本願寺さんか、創道宗なのか、禅の方創道宗なのか、天台高野山、比叡山の天台宗なのか、真言宗なの、高野山の。まあどこでもいいから、今までのような悪行を捨てて、そして禅の道に進む時ではないでしょうか。また、それらの流れを組む、立正厚生会、霊友会、そして新入園、仏書五年会、まあ、新しいそういう宗派の宗教の方々も、一番大きいのは創価学会です。最大勢力は創価学会。もちろん創価学会西蓮宗主の皆さんも、退席寺の皆さんも、すべての宗教が、この困ってる難民を、経済難民を、助けるための駆け込み寺としての役割、今、果たすべき時ではないのかと。どうだ、クソ坊主、やれるか。勇気を持ってやりたまえと。やらなければ、この私が制裁を加える。